いい加減にしてくれ、これ以上優しくしないでくれ。あ、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼います。うちはパーク立ち入り禁止なので、毒物の見解としてどういうことだ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極武ダイナマイトコウスケです。こいちです。今回はですね、はい、アメリカが行った超機密実験、フィラデルフィア計画、ご紹介していきます。よっ、めちゃくちゃそそるタイトルですよ。ちょっととんでもない計画というか実験が行われていたと。これは結構極武史上的にも最難関とか、そういった題材ですか。ちょっとですね、今までやってきた中で一番ヤバい実験です。マジか、うん、楽しみだ。はい、マジで。じゃあ早速見ていきますか。いきましょう、どうぞ。まずこのフィラデルフィア実験というのはですね、はい、1943年に行われた実験なんですよ。ってことは戦時中に行われてた。そうだね、うん、その頃って、まさに第二次世界大戦が行われている中で、船のレーダーが開発されて戦争で使われてたんですよ。はい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 。まあ、要はそのレーダーで敵の船がどこにいるかっていうのが分かるようになってしまっていたと。うんうん。そんな時にですね、アメリカ海軍空軍はこう思いました。レーダーを無効化して船を透明にしたいと、うんうん、っていうのが会議に出まして、ステルス戦にしたいと。そういうことだね。でアメリカはですね、ニコラテスラに話をしに行ったんですよ。うわぁ、都市伝説界隈って言ったらもうニコラ・テスラですから。はい、天才科学者ニコラ・テスラ、うん、彼はですね、現在使われている電気の送電とかのシステムを作った男なんですね。うん、電球作ったのが本当はニコラ・テスラだったじゃないか。そのなんかギリギリの差で負けたみたいな感じなんだよね。エジソンは詳細があっただけで、うんうんうん、うまかったね。発明って言ったらもうニコラ・テスラっていうね。アメリカから話を受けたニコラ・テスラは、はい、受けようと、うん、君たちの船を僕が透明にしてあげるよって言ったんですよ。あまあ本当今でこそ透明技術やってる会社あるよね、日本で。 あるのよ、光彩科学で。そうなのよ、後ろが透けて見えるみたいな、もうなっちゃってる。まあギリまだね、そう分かるレベルではあるけど、惜しいとこまで来てますから。だから当時も戦時中もそういったことしようと、はい、しようと計画があったわけですね。船を透明にしようと。そうできるのかテスラさん。そうなんだよ、はいはい、っていうのでこのニコラ・テスラはですね、うん、この秘密の大規模実験、フィラデルフィア実験の企画することになったんですね。じゃあ核になった人物と言ってもいいでしょうか。そういうことです。なるほど。まあ、ニコラ・テスラがレーダー対策として何をしようとしたのかっていうとですね、はい、これちょっとね確かにと思ったんだけど、うん、テスラといえばテスラコイルがあるんですよ。はいはい。電気をバチバチってやって、ものすごいエネルギーを生み出す、うんうん、そのテスラコイルを使ってで工事場、はいはい、レーダーを狂わせて、そう船そのものを高周波工事場で包みまして、レーダーが来てもいるとは思えないような状況にしてしまうっていうのがこのテスラの案だったのね。はいはい。まあ要は船にテスラコイルをたくさん積んで、うん、電気バーってやって高周波工事場で船自体を囲んじゃうんですよ。うんうんうん。そうするとまあレーダーっていうのは周波出して反応したところにいるよっていうものなんで、なるほどなるほど、要はレーダーからしたら工事場すぎていないのと一緒なんですよ。はいはいはい。つまりこれで船は透明になれると。なるほど。いうのをやりました。超画期的だ、はい、まずはですね、人を乗せてない状態で実験を行います。あーそっかそっか。エルドリッチっていう駆逐艦なんですけど、はいはい、実際にレーダーは船エルドリッチを見つけることができませんでした。なるほど、すごい成功したと。つまり透明になったので、うん、大成功ですよ。ステルス戦の成功だと。そういうことなの、はい、ただですね、テスラは一個懸念点があったんですよ。このテスラコイルを乗せた高周波工事場の船っていうのは、人体に影響を及ぼしてしまう可能性があると。なるほどね。っていうのでちょっとまだ人を乗せた実験は早いって言ってたんですよ、うんうんうん、ただですね、アメリカ軍は焦っていました。そうだね、戦争だからね、早くステルス艦にしなきゃいけないというので、テスラをですねメンバーから外すんですよ。ああ。天才だけど、彼はいたら倫理がぐちぐち言ってくるから、言ってくるからうるせえと、っていうのでですね、これも当時最高の科学者ジョン・フォン・ノイマンという科学者がいるんですけども、はいはい、彼に引き継がせたんですね。はあはあはあ、でノイマンはゴーを出したんですよ。人を乗せた実験で、一旦やってみようよと、はいはい、これでとんでもないことが起きてしまうんですよ。
この人を乗せたステルス艦テスラコイルでステルスにすることによって最大の事件というか、これがもしうまくいってたら、うん、歴史が変わっていたかもしれない事件が起きてしまうんですよ。なんだそれ、はい、今回のミソっていう感じですか。今回のミソです。こっから言う内容が、はい、フィラデルフィア実験です。そそるぜノイマンが行った実験、人を乗せてテスラコイルによってステルス艦にしよう、うん、結果的にどうなったかというとですね、うん、なんとスイッチを押しました。そしたら駆逐艦エルドリッチは高磁場高周波に包まれレーダーに反応しなくなります、うん、成功じゃないですか。はい、大成功です。透明になれたんですよ、結局人がいても、うん、はいはい。ただですね、エルドリッチは人を乗せたまま消えてしまいました。本当に消えたってこと？本当に消えてしまいました。はあ。じゃあエルドリッチがどこに行ったのかっていう話なんですけど、はい、なんと300キロ以上離れたノーフォークという場所に瞬間移動してしまっていたと。そんなことがありえるのか、うん、でですね、このテレポートをしてしまった船の中がとんでもないことになっていたと。要は乗組員は船と一緒にテレポートしちゃってるわけですよ、はい、でですね、人間が船と一体化しちゃったと、はあ、壁にのめり込んでるような乗組員が見つかったんです。で結果的にエルドリッチの中にいた人はですね、はい、死者行方不明者16人、精神に異常をきたした者が6人出るっていう事件になっちゃったんですよ。恐ろしい。っていうので、うん、アメリカ軍もちょっとさすがにこんなのは使えないと、うん、フィラデルフィア計画はここで終わったって。なるほど。これつまりよ、はい、高周波高磁場、まあ、テスラコイルを使えば、はい、失敗とはいえテレポートができるっていうことが判明したと。すごいことだな。ワープの方法に近づいたっていうことなんですよ、うん、そのたった1回しかできなかったけどその条件を満たせば、うん、人類の夢であるテレポーテーションがもしかしたらできるかもしれないと。そういうことだね。まああとは倫理の壁だったりなんなりあると思うけど、テスラがこうなるって分かってたかは分かんないけど、うん、偶然の産物だけど、うん、そういったことが起きたんだ。起きてしまったと。なるほど、はい、これがねフィラデルフィア計画です。やばいね、これやばいよ。まあ、ちょっと後日談なんですけど、はい、このフィラデルフィア計画はアメリカ軍によって隠蔽されました、うん、アメリカ軍もフィラデルフィア計画なんていう計画はなかったと、はいはい、言って隠してるんですよ。なるほど、うん、まあ、ちょっとやばすぎるからね、はいはい、っていうので、まあ、その後こういう実験があったんだっていうのを、要は一人じゃないから科学者も、はいはい、密告されまして、はあはあはあ、明るみに出てしまったっていうのがまあ流れなんですけど、そこで暴露されたんだ。うん、まあ、テレポーテーションとか、はい、船と融合したとかっていう事実がどうであれ、うんうん、この工事場を使った実験は多分行われてたんじゃないかな。まあありえますよね。実際にまあ人とは言わないかもしれないけど、物の移動とかまではできていたかもしれないし、何らかの従業員たちがむごいことになったっていうのもあったんだろうね。そういうことですね。はあ、闇だね。隠蔽までちょっと出てるんで、ね、ああ、なるほど。ということで以上フィラデルフィア計画でした。ああ、結構こう壮大な、まあなんて戦時中に行われてたんで、はい、まあ結構ねいろんな憶測なり、それこそ事実の隠蔽だったり、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、今回のフィラデルフィア計画、これ一体本当にこんな実験が存在したのか、はい、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。嘘です。早いし、何の時間だよ。いい加減にしろよ。なんだテレポーテーションって、くだらねえ時間だな。なんだこの十数分間、おい死んどけよ。なんだこれ、おい、なんだフィラデルフィア計画って。テレポーテーション、船が融合しました、合体、一体どうなっちゃうんだじゃないんだよ。熱量がすごいな。どうなっても何もねえんだよ。ホラ吹き話じゃねえかよてめえ。すいません、大嘘。なんだ今回最難関の極太史上最低最悪の実験ですみたいな、煽りに煽った結果、はい、これ何なんですか。大嘘です。最低だ、もうやめよう、都市伝説やめよう、もうみんな。嘘しかない、嘘しかないんだ都市伝説は。久しぶりのねちゃんとした嘘でしたね。久しぶりのちゃんとした嘘でしたって何なの。皆さん何度も言いますが、はい、この言葉を残したいと思います。嘘を嘘と見抜ける力を養いましょう。あなたたちの目で真偽を判断してください。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のおまけ都市伝説コーナーよ。ちょっと今回はですね、はい、まあ本編の方がね、嘘だったんで、あんまりそういう風に言わない。そう、
こっちは、うん、あのリアル都市伝説です。都市伝説にリアルってつけないです確かに、まあ、リアリティがあるものですね。はいはい、はい、62歳の男性が病院に来て肛門から携帯用ガスボンベが出てきたというものです。これうん、リアル肛門の話です。リアル肛門の話ずっとふざけてんじゃん今回確かによくない、これよくないおまけ肛門の話なんだよ。はい、ということでですね、携帯用ガスボンベって何だしかもいい加減にしろよ。携帯用ガスボンベがですね、うん、まあ、出てきてしまったと。肛門から、肛門から肛門に携帯すんな、手で持ち運べちょっと今回の方はですね、はい、その性的指向なのかどうかみたいなことは話してないんですけど、うん、まあ、ちょっとね、うん、取れなくなってしまったらしいんですよ。まあね、夢追い人に対してこんなことを言いたくないですけど、うん、ガスボンベが自然に入ることは絶対にありませんそうだね、外科の先生たちの間ではですね、オロナミン C はいけるけどデカビタは無理っていうのが伝えられてるらしいですいやもうそれが伝えられてるってことは、うん、まあ、外科には、うんたびたび夢追い人が LINE してくるってことですね、うん、そういうことだね。ちょっと皆さんもですね、うん、まずはオロナミン C から始めてみてください。ダメです入れるもんじゃないし、うん、肛門も入れるところじゃない、出すところだし、オロナミン C もあの飲むものだから、あ、そうなんだ、容器だから。知らなかった。ディリュードから始めましょういや違うだろう以上、極太ダイナマイトでした。肛門は入れるとこじゃないです。ありがとうございました。